にちは。スピリチュアルの女神です。魂の片割れと呼ばれる存在、ツインレイ。そんなツインレイには離れている時でも交流を図れる性エネルギー交流があります。今回はそんなツインレイの性エネルギー交流と身体が求める運命のサインについてお届けします。性エネルギーとは第二チャクラである表現力と創造の源であり、性欲とは異なるものです。性エネルギーは宇宙、神様、愛という高波動のエネルギーと同じで神聖なものです。男性性の性エネルギーは女性を魅了する効果があります。また女性性の性エネルギーには高い受容力があります。エネルギーと性エネルギーの違いは、ツインレイ男女のエネルギーを融合させることで起こる表現力と創造性の有無にあります。またエネルギーは炎や光、風や水など自然を源としていることがあります。ツインレイに欠かせない性エネルギー交流は、交流を重ねるたびにお互いの性エネルギーが高まっていくことが特徴です。またこのエネルギーはお互いに送り合い受け取り合うことが大切。ツインレイの性エネルギー交流は心からの結びつきによるもので、心身ともに癒しを与えてくれます。女性ツインレイの性エネルギー交流の効果としては、スピリチュアル能力の向上があります。本来シンクロを感じるのはツインレイだけですが、それ以外の相手ともシンクロが起こるようになります。またいつも一緒に過ごしたいと思うようになり、ツインレイの男性を強く引きつけるようになります。男性ツインレイの性エネルギー交流の効果としては、ツインレイの女性を強く魅了することがあります。そしてツインレイ以外の女性に性エネルギーを送ることはありません。また男性性のエネルギーも高まるため、たくましくなり、ツインレイ女性の性欲を刺激するようになります。身体が求めるスピリチュアルサイン、ツインレイが性エネルギーの交流を求めている。スピリチュアルサインとして身体に反応が現れることがあります。詳しく紹介していきます。ツインレイの性エネルギー交流を求めているスピリチュアルサインには、身体がうずくようになることがあります。ツインレイはテレパシーを送ることができるため、男性から送られてきたエネルギーをキャッチした女性の身体がうずくということが起こります。ツインレイの性エネルギー交流を求めているスピリチュアルサインには、腰が動くことがあります。ツインレイはテレパシーを送ることができるため、送られたエネルギーをキャッチした女性の腰が勝手に動き出すことがあります。ツインレイの性エネルギー交流を求めているスピリチュアルサインには、気持ちよさを感じるというものがあります。ツインレイはテレパシーを送ることができるため、男性から送られてきたエネルギーをキャッチした女性が高揚を感じるということがあります。ツインレイの性エネルギー交流を求めるスピリチュアルサインには、激しいものもあります。ただし激しさだけを求められた後、あなたが虚しさを感じるようなら、心の結びつきよりも外観だけを目的としている場合があるため、注意が必要です。性エネルギーの交流によって、腰など体に反応が起こるかもしれません。理由がわからないのに、なんだか調子が出ないということはありませんか？腰のあたりが重たく痛みを感じることも、体の不調とも言える変化ですが、安心してください。男性から性エネルギーを受け取ったから起こる反応、二人がしっかりと性エネルギー交流ができている証拠でもあります。
性エネルギーの交流によりあなたのスピリチュアルの感度は研ぎ澄まされていくでしょう。スピリチュアルな感度が高い女性は物事に敏感になります。例えば些細な変化に気づいたりひらめきが増えたりするでしょう。本来シンクロしたりテレパシーでやり取りしたりできるのはツイン霊だけです。しかしスピリチュアルの感度が高くなるとツイン霊以外ともシンクロやテレパシーが起こることがあります。性エネルギーとツイン霊のつながりの強さは比例します。性エネルギーの交流が頻繁に起こっている時には二人のつながりはとても強まっているでしょう。性エネルギーによるつながりの強化には特徴があります。それは相手を強く引きつけるようになることです。ツイン霊は依存や束縛ではなく常に一緒にいたいと自然と思い合うようになります。このつながりの強さは性エネルギーの交流によるものと言えるでしょう。ツイン霊男性の性エネルギーはツイン霊女性の性エネルギーに比べて積極的だと言われています。ツイン霊女性を強く引きつけツイン霊女性に性エネルギーを送ります。ツイン霊男性の性エネルギーの影響を受けるのはツイン霊女性だけです。それ以外の女性を強く引きつけたり性エネルギーを送ったりすることはありません。ツイン霊女性はツイン霊男性に魅力を感じ運命の人だと感じると言います。性エネルギーによってツイン霊男性はさらに男性的な特徴を強めていきます。正確には性エネルギーによって男性的な特徴が強まるのではなく強めようと意識が変わるのです。例えばツイン霊女性を守るために筋肉をつけたり男らしい振る舞いをしたりするようになります。そのため何もしていないのに男性的な特徴が強まることはありません。ツイン霊男性から送られてきた性エネルギーを増幅してお返しするのが性エネルギーの交流です。繰り返していくことでお互いの性エネルギーがどんどん高まっていきます。性エネルギー交換は満月の夜に特に強くなります。ぜひ満月の夜にツイン霊と性エネルギーの交流をしてみてください。お互いの性エネルギーを強く感じることができより強いつながりが得られるでしょう。交流することで二人の愛をさらに深めてくださいね。以上いかがでしたでしょうか。皆様のご意見ご感想をどしどしお待ちしてます。チャンネル登録よろしくお願いいたします。